劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると、憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられると、これに応じた。すべては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来たる五蜀との戦いに万全の体制で臨むために。ここまで多くのことをあなたに伝えてきました。実によく励み学んでくれていますね。私としても教えがいがあります。上昇の深い見識、古の兵法に対する斬新な分析、ただただ私は感激させられてばかりです。日々の研鑽が楽しくて仕方がありません。脅威、あざなは白薬。元は魏の将で、北伐に出た蜀軍を天水にて迎え撃った。そこで諸葛亮に才を見出され、蜀に下ることになる。諸葛亮より後継者と見込まれた脅威は、あらゆる兵法を託された。次なる北伐の機は近い。脅威は死から授かった軍略を示さんと意気込むのだった。そうですか。その研鑽が生かされる時がもう間もなく来るでしょう。どうか実戦でも教えたことの本質を見失わずにいてください。はっ、この今日白薬、必ずや上昇のご期待に応えてみせます。先の北伐は入念な準備も実らず失敗してしまいました。二度も失敗しては陣の世は遠のいてしまうでしょう。こたびの北伐は呉との連携を図り必勝を期します。呉とは盟を結んでいるとはいえ、以前のような関係ではありません。我らの思惑に乗ってくれるか気がかりですが。我らのみに義があれば乗らないでしょう。しかしこたびの北伐は双方に利があるもの。私が説得し必ずや動かしてみせます。わかった。そなたがそこまで言うのであればうまくいくのだろう。だが諸葛亮、一つ約束してほしい。国のことを考えてくれるのはありがたい。だがそなた自身をもっといたわってくれ。私は何もできぬが、脅威や正妻たちがいるのだ。もっと皆を頼ってほしい。劉禅様、もったいないお言葉でございます。上昇、前線より報告が入りました。各所で魏軍は固く守っており、我が軍は攻めあぐねているとのこと。戦況は膠着状態にあります。しばらく動きはないと見てよいでしょう。さすがは芝居ですね。我が真意を測り長期戦を仕掛けてくるとは。上昇の真意、それは一体。脅威、我らは遠征のみ、長期戦は不利です。この状況を打破すべく私も前線に出ます。恐れながらここは我らにお任せください。上昇に万一のことがあっては。脅威、敵はあなたも知る通り強大。私が安全な場所で指図をするだけでは
勝てぬ相手なのです。劉備殿や関羽殿も最後まで前線で戦い抜きました。ならば私もそれに習わなければ。少々承知しました。さあ行きましょう。必ずや職に勝利を。私が倒れたせいで戦に水を差してしまいましたね。皆は無事に撤退できましたか？お味方は皆孔明様の指示通り本陣へ引きました。今はどうかゆっくりとお休みください。もうこのような孔明様を見たくはないのです。私は庵を出てから今まで劉備殿の志を実現するために生きてきました。あの方の志を実現するためならばあらゆる犠牲を厭わなかった。そしてあなたをはじめ多くの人に迷惑をかけてしまいました。孔明様は常に今を生きる人々のことを考えていました。呉との対話も南中の平定も無益な争いを起こさぬため。孔明様の道を誰が間違いと言いましょうか。月英、その言葉何よりも嬉しいですよ。あなたは私を一番近くで支えてくれた人ですから。孔明様。月英、もう一つわがままを聞いてください。これより全軍を成都に撤退させます。北伐も再度立て直しです。撤退準備を終えた将を一人ずつ私のもとに呼んでください。かしこまりました。皆に伝えてまいります。月英、心から感謝いたします。不甲斐ない私をよくここまで支えてくれました。劉備殿、お約束を果たせない不義理、どうかお許しください。そんな、諸葛亮殿。どうしよう、私たちこのまま戦い続けていいのかな。そうか、みんな考えてなかったよね、諸葛亮殿がいない戦なんて。上司は劉備殿の大志を継ぎ悲しみなき世を目指して戦った。それを今度は私たちが受け継ぐのだ。我戦う劉備の夢叶える。そう、父上たちの夢を私たちが諦めるわけにはいかない。受け継ごう、託された思いを。そうか、諸葛亮が。上将は最後までこの国の未来を案じておられました。劉備殿の目指された陳の世、残された我らの手で成し遂げてほしいと。私たちは託されたのだな。今日そなたはこれからどうするのだ。無論義を倒します。それこそが
上将や劉備殿のご意志であり、我らの悲願であるからです。そなたならばきっと立派に成し遂げるであろうな。だがこれだけは忘れないでほしい。父上や諸葛亮が目指したものは悲しみのない世だという。承知いたしました。我ら一丸となり仁の世を築き上げてみせます。諸葛亮は亡き劉備の志を果たすため北伐を敢行。だが芝居の迎撃に遭い、攻めきれぬまま五条原に没する。後を託された脅威も当面は国内の安定に努めるほかなかった。一方蜀と連携し魏に攻勢をかけた呉も似た状況にある。度重なる戦に兵も民も疲れ果て、国力回復には時間を要した。五色の魏侵攻が失敗に終わった今、魏に攻め寄せる敵はない。だが魏はこの機に片付けておかねばならない敵を抱えていた。脅威、そなたはすぐにでも北伐を始めるつもりか？いえ、度重なる北伐によって国内はかなり疲弊しています。まずは内政に重点を置きたいと思っております。そうか、国を良くするのだな。それはきっと民たちも喜ぶだろう。はい、国が豊かになり次第次の北伐の準備に取り掛かります。早急に体制を整え魏に攻め込みますゆえご安心ください。わかった、すべてそなたに任せよう。よろしく頼むぞ。はっ。己の真意を伝えるというのはなかなか難しいものだな。龍禅様、これより我らは国内の復興に取り掛かる。国力の回復なくして北伐はなせぬ。そのつもりで皆懸命に任務を遂行してほしい。脅威、私にも一言言わせてくれ。皆どうか一人で任を背負わないでほしい。無理なようなら他の者を頼ってくれ。ある程度任務を成し遂げたらここへ報告に戻ってくれ。もう襲ってこないようです。おかげで助かりました。これで上将様にいただいた作物を作れます。諸葛祭とかなんとか楽しみだな。よし、ここまでの成果を確認するか。開墾により農地が広がった。これで兵糧の確保は問題なさそうだ。民を苦しめていた山賊を討滅した。国内が安全になれば外に目を向けられるな。拠点の補修は順調のようだな。必要な木材も十分に確保できている。龍禅様、無事に蜀の国力は回復しました。完全に元通りとはいきませんでしたが、時が経てば以前の治世に戻るでしょう。それはよかった。きっと民たちも喜んでいるだろう。だがそなた一人で全ての任を果たしてしまったのだな。その気持ちはありがたい。だが無理だけはしないでほしい。龍禅様、ありがたきお言葉。準備が終わったということはもう北伐を始めるのか？今少し魏の動向を見極めたいと思っています。石膏の話によれば曹丕の後を継いだ曹営の体調が思わしくないとのこと。
このまま宗英が倒れれば義は混乱するはずです。その時を待つべきかと。そうか。では北伐再開の機についてはそなたに任せる。はっ。引き続き義の動向を注視いたします。義の宗英が死んだとの知らせが入りました。幼い双方が後を継ぎ、曹操と姉妹がその後見になったとのこと。幼子に国を背負わせるのか。なかなか冷酷なことをするな。龍禅様、同情している場合ではありません。曹操は大軍を要して我が国へ侵攻する気配を見せているようです。国の指導者が変わった直後に攻めるだなんて、私たちのことを甘く見ているのでしょうか。いや、そうではないようだ。曹操自身の功績作りのために戦を起こそうとしているらしい。そのような理由で芝居が許すとは思えませんが。ああ、芝居なら必ず止めるはずだが、それができないということは芝居の影響力が低下しているのかもしれない。芝居がいなければ北伐は上昇の頃よりたやすくなりましょう。たやすく。今日に随分と自信があるのだな。諸葛亮が命を懸けても果たせなかったことだ。勢いだけではどうにかできないと思うが。これは失礼しました。おっしゃる通りです。そうか、脅威も分かっているならよかった。今は攻めてくる義に勝てるよう頑張ってほしい。はっ。必ずや義の侵攻を食い止めてみせます。義軍は数に物を言わせ正面に戦力を集中させているらしい。どうやら私の予感は当たっていたようだ。予感？どういうことですか？三冠の戦では戦力の集中は悪手です。敵に包囲されれば逃げ場を失いますからね。脅威殿は義の夫人を見て芝居がいないことを確信したのでしょう。そうそう、あまり器は大きくないのかもしれない。芝居はおらず、そうそうは凡夫だが大軍には違いない。油断をすれば一気に押しつぶされるだろう。ここは奇襲を作戦の柱とし敵に揺さぶりをかける。報告によれば敵兵糧庫の守備が手薄とのこと。そこを抑えればおのずと勝ちが見えてこよう。上昇、そして先人たちの思いは諸君の皆に受け継がれている。我らの志、今こそ義に示すのだ。義の大軍を食い止め押し返すことに成功した。これも皆のおかげだ。感謝する。義には兄上たちと一緒に戦ってもなかなか勝てませんでした。でもようやく倒せたんですね。私少し自信がつきました。ですが芝居がいなかったことを考慮しなければなりません。もし今後も曹操が指揮を取るのなら勝ち目はあるのだけれど。それは考えられませんね。この惨敗、義も何かしらの対策を打つでしょう。国の混乱も収まらぬうちに大軍を動かし敗戦したのだ。芝居が何もしないはずがない。引き続き義の動向を注視しよう。そなたが義から来たという加工派か。正妻の親族とのことだが、どのような要件だろうか。いや、どこから話せばいいのか。とりあえず義に政変があったことは知ってますか。大将軍曹操の留守に芝居が朝廷を掌握。曹一族の権威は失墜し芝居一族が義の第一勢力になったと。
そうです。そしてその結果、宋一族と縁深い加工一族も近い将来立場が危うくなるだろう。さすがは驚異殿、そこまでお見通しなら話は早いです。まあ俺はそんなことで命を落としたくないんで、いとこが張飛殿に嫁いでた縁を頼ってここへ来たというわけです。お願いします、俺を配下にしてください。諸君は困っている人を見捨てたりはしない。加工派、どうかこれから皆と一緒に頑張ってほしい。はい、心機一転頑張ります。では早速で悪いのだが、義の内情を聞かせてくれ。先の高生山の戦、あれは曹操の意志によるものなのか？あれはみんなで止めたんだけど、曹操殿は自分の力を世に知らしめるとか言って聞かなくてさ、芝居殿は静観してたけど、今考えれば曹操殿排斥のためだったのかもな。何しろその後すぐ行動を起こしたわけで、わざと曹操に失策させ自らへの人望を集めたのか。戦の敗北すら政変を成功させるための布石、芝居なんとしたたかな男よ。だが加工派殿が出奔するなど奴が読めぬことが起きているのもまた事実。龍禅様、北伐の時は近いと考えてよいでしょう。教義、その話はまた改めてしよう。今は新しい仲間を歓迎したい。加工派、長旅でさぞ疲れたであろう。ゆっくり休んでほしい。ありがとうございます。龍禅様、先ほど御からの使者が参りました。孫権殿が亡くなったそうです。孫良殿が後を継ぎ国を治められるとのこと。孫良殿、確かまだ年端も行かぬ子供ではなかったか。後もまた幼い子に重荷が。制裁、私は喪に服すとしよう。早速後に使者を送り弔問を。龍禅様、孫権の死に乗じ魏の芝氏が全軍を挙げ呉へ攻め込んだとのこと。これぞ好機、今こそ我らも北伐を再開すべきです。教義、気持ちはわかる。だが今は長年の盟友である孫権殿のため喪に服すべきだと思うのだが。我らが攻めれば魏は我らに備えるため呉への攻めの手を緩めるでしょう。それこそが同盟国たる我らのなすべきことではありませんか。そのような考え方もあるのだな。わかった、そなたに任せよう。すぐに北伐の準備に取り掛かるのだろうか。はい、ことは一刻を争います。そうか、一人で頑張ろうとする者もいるだろうが、無理はしないでほしい。皆で助け合い協力して進めてはどうだろう。はっ、では早速始めます。郭潤殿は陰で魏の将と会っている。まさか患者不条に行くと言っていたけど、追いかけて問い詰めた方が良さそう。郭潤殿ですか？もう戻られましたよ。免疾患で休憩されると言っていましたが。
各順様ならすでにお立ちになられました。そろそろ生徒に到着される頃でしょう。各順殿、もう生徒についていい頃なの。一体どこで何を。ご助力感謝いたします。え、私が義と通じていると。義の友人から誘いを受けたのは事実ですが、私は職のため一生尽くす覚悟です。各順殿は潔白ね。これで不安なく戦えそう。北伐など国を疲弊させる愚行に過ぎません。我ら反対派の意見をお聞きください。領内の山賊による被害が後を絶ちませぬ。賊の討伐こそが最優先と心得ます。山賊も退治できずに北伐などもってのほか。このままでは賛成などできませんな。ほう、山賊を成敗されましたか。ですが問題は他にもございましょう。騎馬隊の手たらくはひどいものです。あれでは国を守ることなどできませんぞ。訓練なんてしなくても俺たちは強いんです。なんなら力試ししてみますか。なんと解決してこられたとは。しかしまだまだ問題はございますぞ。文官たちの仕事が滞っているとか。このままでは国は立ち行きませんぞ。おお、お手伝いくださるのですか。では恥ずかしながら申し上げますが、実は大事な書簡を紛失してしまいまして、探し出していただけないでしょうか。書簡？さあ知りませんな。ああ、書簡ですか。私が見たときは机の上にありましたが。ここだけの話、見たんですよ、俺。少々老中が大事な書簡を隠したの。おや？懐に見たこともない書簡が。もしやこれがお探しのものですか。この書簡です。ありがとうございました。しかし少々老中の仕業だったとは。実はこうしたことは初めてではないのです。上に報告し厳正に処分してもらいます。諸問題を見事解決してくださいましたな。以後は私も北伐に賛同させていただきます。少々殿、こうなっては反対もできませぬな。北伐には万全の備えで臨みたい。ここまでの成果を確認しよう。各順殿が義に通じている、その疑いは晴れたようだな。李官殿が職に下ってくれたか。幸先の良い知らせだな。少々殿の北伐への賛同を得られた。これで孝行殿も折れざるを得まい。龍禅様、北伐再開に向けた準備は整いました。あとは義へ攻め入るだけです。そなたが一人でやってしまったのか。その働きには頭が下がる。義へ攻め込む気についてもそなたに任せよう。はっ、早速陣立てと進軍経路を計画し上層いたします。龍禅様、兵、策ともに全て整いました。今こそ義へ向け進行を開始いたします。そうか、皆の武運を祈っている。こうしていると諸葛亮の時を思い出すが。はい、あれから何年経つでしょうか。上将は自らの命を懸けて北伐を行われました。私もまた身命を賭してこたびの戦に臨みます。私も父上や兄上の願いを叶えたいと思います。俺も受け入れてくれた恩を戦で返すぜ。
生まれた国とかも関係ないんだ。この過去を中堅に迷いなしってこと証明しないとな。そう、みんなの思いは一緒、必ず勝つ、そして陣の世を作るってこと。皆の気持ちよくわかった。だが諸葛亮ですら苦戦した相手だ。くれぐれも無茶はしないでほしい。皆で揃って陣の世を迎えよう。